はい、皆さんこんにちは。本日につきましてはヒースロー空港に着陸していきたいと思います。よろしくお願いいたします。現在ヒースローの南約20マイル、高度は7000フィートです。ヒースロー空港につきましてはランウェイ27ライト RS で降りていきます。ではよろしくお願いいたします。現在が左前ヒースローですね。これがヒースロー空港になります。結構どちらかというと郊外に位置する空港ですね。イギリス最大の空港となっております。はい、ロンドンはこのヒースローの北の川をずっと東に行った、ここがロンドンになります。ではこれから左旋回でアイレスの27ライトにアプローチしていきたいと思います。Airbus 320 descend and maintain 3000 feet。はい、ディセンド3000フィートを指示きました。ディセンド and maintain 3000 feet Airbus 320。 3000フィートをマネージ、フラップス1。この飛行機は飛んでるんですけどね、現在画面上には映ってないですね。イヤダウン。 Airbus 320 you are 10 miles east of Heathrow。Contact Heathrow Tower on 118.70 flight when inbound. Okay, Heathrow Tower contact us. Tower on 118.70 5 Airbus 320. Heathrow Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 3209 miles east inbound ILS runway 27 right approach. Airbus 320 cleared to land runway 27 right. Wind 272 at 7. Kutera. Cleared to land runway 27 right, Airbus 320. ちょっとエティハドが見えないですね。上がってったエアチャイナですか。あれが見えてますけどね。見える。チェック。周りの建物が綺麗ですね、これ。ちょっと見たいな。またじっくり見たいですね。パイロット Spoilers reverse green disail。 で、マニュアルブレーキ。で、ハイスピードから出ます。Airbus 320 exit runway when able。タワーがなんか特徴的ですね。Airbus 320 contact ground on 121.905。ヒースローも良さそうですね。すごい。どこのゲートだ？
れていく。あー、あんなところか。ゲートアルファ3。ちょっとしたターミナル、ちょっとターミナルかもしれないですね。これだ。あってんだ。パーキングブレーキ、で、ピブリードレディーシュポシャスター Heathrow Ground, Airbus Alpha Sierra X-ray 320, could you please connect the jetway to the aircraft? Airbus Alpha Sierra X-ray 320, the jetway is going to be connected. これでちょっとヒースロー見に行きます。おお、ターミナルが結構こう変わった形ですね。滑走路は2本しかないんですね。で、滑走路2本しかなくて、で、こちらがロンドンですね。この川の向こうがですね、これがロンドンですね。いや、まあまあ、空港の周りにも街があるんですね。ちょっとタワーの方を見ていきます。ですね、これこんなタワーなんだ。タワーか。あー、タワーか。へえー、変わったタワーだな。いや、なんかすごい、あの建物も配置が変わってますね。こんな斜めに、なんで斜めになってんだこれは。すごい、やっぱり空港によって全然違うな、こういうの。以上、ヒースローでした。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。